皆さん、こんにちは。本日はようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。ただいまよりオマファーザラシのフィーディングタイムを始めていきたいと思うんですが、その前に皆様に重ねていくつかお願いしたいことがあります。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、咳やくしゃみをされる際の咳エチケット、またマスクの着用にご協力をお願いいたします。そして今回のイベント中、もし体調が悪くなってしまったお客様、お見えになられましたら、お近くのスタッフまでお待ちください。そしてお客様同士、できる限り一定の間隔を保ってのご観覧にもご協力をお願いいたします。終わります。さあ、それでは早速ゴマファーザラシのミーティングタイム始めていきたいと思います。それではトレーナーの登場です。それでは皆様、最後までごゆっくりお楽しみください。さあ、それでは早速始めていきたいと思います。現在ここ名古屋港水族館では3頭のゴマファーザラシを飼育しています。それでは早速1頭ずつご紹介をしていきたいと思います。まず最初にご紹介するのは、皆様から向かってくる左手、私の目の前に上がってきてくれました。名前をアラシと言います。さあ、アラシを前足を振ってご挨拶してくれましたね。アラシはオスのアザラシです。さあ、そして続いてご紹介するのはアラシの反対側。さあ、今上がってきてくれましたね。名前をナノハというメスのアザラシです。さあ、今も前足を振って皆様に上手にご挨拶することができましたね。今回はこちらのアラシとナノハでフィーディングタイムを行っていきたいと思います。それではまず最初はこのゴマフアザラシという生き物について少しご紹介をしていきたいと思います。こちらのゴマフアザラシ、大人になると体長は150センチから160センチ前後、体重はなんと100キロ近くにもなる大きな動物です。そしてこのゴマフアザラシという名前の由来なんですが、さあ皆様、アザラシたちの体の模様をご覧ください。体全体に黒いゴマを散りばめたような模様をしていますよね。このことからゴマフアザラシという名前がついたと言われています。そしてこのゴマ模様、アザラシ一頭一頭すべて違います。なので右側のナノハ、そして左側のアラシ見比べてみると、右側のナノハのゴマ模様は背中全体が黒っぽくなっているのが特徴的で、そして左側のアラシ見ていただくと、背中全体は細かい黒い点々がついているのが特徴的ですね。なのでこのナノハとアラシ、簡単に見分けることができるかと思いますので、皆様ぜひ覚えて帰ってきてあげてください。さあ、そしてこちらのゴマフアザラシたちなんですが、北海道より北のとっても寒い海で生活をしている生き物です。なのでご覧いただいているように、体つきは少しずんぐりとしていて、体にはたくさんの脂肪が蓄えられているんですね。さあ、アラシがアラダイコを見せてくれていますね。さあ、そして右側のナノハも青くけになって、よいしょ。ナノハの脂肪を大きく揺れていましたね。このようにたくさんの脂肪がついているからこそ、冷たい海で生活していくことができます。さあ、そして今お腹を叩いていた前足、私たちの人間の前足とは少し違った形をしていましたよね。アザラシたちの前足、後ろ足は私たちとは違い、ヒレのような形をしています。このことからアザラシたちはヒレ足類という動物のグループに属しています。アザラシたちはこのヒレのような前足、後ろ足を使うことで水中をスイスイと自由自在に泳ぐことができるんですね。さあ、アザラシの前足見せてくれていますが、ヒレ状になっていることがお分かりいただけるかと思います。さあ、右側ではナノハの後ろ足を広げて見せてくれていますが、大きなヒレのような形をしています。あれで書いてるね。さあ、その代わりと言ってはなんなんですが、アザラシたち陸上ではあまり機敏に動くことはできません。先ほどからご覧いただいているように、イモムシのようにのっそのっそと移動していくんですね。
社長についてご紹介をしていきましたが、ここからはここ名古屋港水族館ではどのような餌を与えているのかもご紹介をしていきたいと思います。私たち野生下では魚の他にも様々な生き物を捕らえて食べていると言われていますが、ここ名古屋港水族館では現在ニシン、ホッケ、イカナゴといった3種類の魚を与えています。アザラシたち、ある程度の大きさの魚があれば丸々飲み込むことができるんですが、名古屋港水族館では小さく切って与えています。小さく切って与えることでアザラシたちをたくさん褒めてあげることができるんですね。この餌はアザラシたちのただの餌というわけではなく、種目など上手にできた時のご褒美としての大切な役割があるというわけなんですね。さあ、それではそんなアザラシたち、毎日トレーニングを行っています。そんなトレーニングの成果をご紹介していきたいと思います。さあ、それではまず最初は先ほどご紹介したヒレのような前足を使った種目、ご紹介していきたいと思います。それではいきますよ、せーの、コマンダーナッツ。さあ、ラスト7番バッチリ決めてくれていますが、トレーナーの手の動きに合わせて頭を抱えて、コマンダーナのポーズバッチリ決めてくれています。さあ、そしてこのコマンダーナッツなんですが、両方同時に行うことだってできちゃうんですね。さあ、それではいきますよ、さあ、やるやるやる、ね、せーの、恥ずかしい、恥ずかしそうなポーズを見せてくれました。さあ、バッチリ決めてくれましたね。それでは右側のナノハも、せーの、恥ずかしい。さあ、バッチリ決めてくれましたね。頭を抱えてとっても恥ずかしそうにしていますね。さあ、そしてこの恥ずかしいのポーズなんですが、次は後ろ足を使った種目、ご紹介していきたいと思います。それでは陸上に上がってきてもらっていきますよ、せーの、飛行機。はい、いかがですか皆様、今にも飛び出しそうな自信と前足、後ろ足を上げてバッチリ決めてくれていましたが、実はこのポーズ、体重を測る際に使っているポーズなんです。私たち150センチから150センチと体長が大きい動物です。なので体重計からはみ出してしまった時に前足後ろ足がついていると正確な値が測れません。そういった時に前足後ろ足を上げてもらうために、このように飛行機のポーズを取ってもらうというわけなんですね。なのでこのポーズ、実は健康の管理にとっても役立っているんですね。さあ、ここまではアザラシたち、トレーナーの手の動きに合わせていくつか種目見せてくれましたが、続いてはトレーナーの声の合図に合わせて種目見せてもらいたいと思います。続いてはですね、トレーナーの声とアザラシの顔にご注目ください。それではいきますよ、せーの。さあ、アザラシも何かもバッチリ決めてくれていますかね。トレーナーはベーというと、アザラシの口元からピンク色のレルがちょこんと出てきていますね。このようにアザラシたち、トレーナーの声もしっかりと聞いているというわけなんです。ちなみにアザラシの耳、どこにあるか皆様分かりますか？目の後ろのあたり、よく見てみてください。黒い小さな穴が開いていると思いますが、この穴が耳なんですね。こんな小さな耳で私たちトレーナーの声をしっかりと聞いて種目を行ってくれているというわけなんです。さあ、いかがでしたかね。ここまでアザラシの体の特徴や種目などをご紹介してきましたが、そろそろフィーディングタイム終了のお時間が近づいてきてしまいました。それでは最後はアザラシたちからお別れの挨拶をしてもらいたいと思います。さあ、ナノハは前足を振って、そしてアザラシはお腹を叩いて皆様にさようならとご挨拶をしてくれているようですね。それではこれでゴマハアザラシのミーティングタイム終了とさせていただきたいと思います。皆様、暑い中ではありますが最後までご覧いただき誠にありがとうございました。この後も名古屋港水族館でよろしくお楽しみください。